富士さんこんにちは2023年宅検試験から見る鑑定士試験との関連というガイダンスを始めさせていただきます担当いたしますは歴戦認講書の豊岡と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいで今回のガイダンスなんですけどもこちらですね宅検試験という名前が入ってますで実は今ねこの収録 ねしてるわけですけどこの収録のわ,わずか数日前ですね数日前に今年の2023年の宅検本試験が行われましたで今回ですね受験なさいました全国の宅検受験生の皆様本当にお疲れ様でしたで本試験当日ですね宅検本試験当日ね私何をしていたかと申しますと回答出しをやっておりました あの東京の中野にあるあのレックの本社ですねレックの本社で他の宅建家の先生たちねもうすごい数集まりまして集結しましてその先生たちと一緒にですねちょうど夕方からねあのレックの方でもあの回答速報会っていうのをやりますんでそれに合わせてね答えをねこの出すっていうそういう作業なんですけどただ単に答えを出すわけじゃなくていわゆるねあの裏取りってやるんですよ裏取り、ね。 一個一個の足ごとにちゃんと条文上の根拠があるかとか判例があるかとかね一個一個の足ごとにその根拠をきちんと調べてねで答えを出すとこういうのを裏取りっていうんですねで当然これやっぱりねやっぱりどうしてもこう慎重になってね時間かかるんですけどゆっくりやってる日もありませんあの回答すこ方会ねもうどんどん始まってきますんでそれに合わせて答えをねあのレックの 公式の、ね、答えですねこれをね送らなきゃいけないってことでねだから慎重さが求められると同時に当然スピードも要求されるってことでもう毎年ねこれ大変なんですよで実はいます私ね2007年ですね私2007年から毎年ずっとこの「卓研歌」のこの回答を出しやらせていただいてます一応私ね卓研歌にも所属してるんですよで一回も欠かすことなくもう皆勤賞ですね毎年必ずねこの回答を出しやらせていただいてます でね私今回はね、あの権利関係ですね。権利関係のやっぱ民法を中心にね担当させていただいたんですけど、難しかったですね。難しい。ここまでね、達権で聞くかですよ。で、あと私一部ね、あの法令上の制限もね、あの担当させていただいたんですけど、法令上の制限は簡単でしたね。もう足を見てね、すぐこれ答えって分かるような問題結構ありましたもんね。ただね、権利関係の民法はね、ちょっと細かいなっていう感じでした。でもね 皆さん、ね、受験なさってねおそらくね同じ感想を持たれてると思うんですけどこの権利関係ねとりわけこの民法が難しかったっていうのは、ね、これねやっぱり理由があるんですよ理由があるねでそれ理由何かというとね簡単なんですよ合格ライン下げるんですよそのためにあえて出題者がね受験生の多くは解けないであろうと思われる問題出してるのそうじゃないとみんな取っちゃうんですよ特に最近の宅研試験ってね皆さんしっかり勉強してくるんですよ うちみたいな予備校、ね、利用する方あるいはインターネットで勉強する方とにかくしっかり準備して受ける方が増えてるからもう尊上すくらのね簡単な問題出したらみんな取っちゃうんですよそうすると試験になりませんからですから合格ラインを下げる合格点を下げるためにはわざと受験生が解けないであろうああいう細かいね知識問題を出してくるだから決して皆さんにね今回 あの権利関係のね民法の問題で聞いてきたようなああいう条文細かい条文知識を身につけろって言ってんじゃないんですよ違うそれは違うんですよ、ね、あくまでも、ね、合格ライン下げるためにわざと無理くりああいう細かい知識問題出した出すわけで実際これはね私が普段担当してる鑑定試験でもあるんですよあるのやっぱり合格ライン、ね、下げるためにもう絶対ねもう絶対っていいくらい受験生解けないであろうそういうねびっくりするような細かい知識問題結構出すこともあるんですよ だから私も今回ね、問題解いてて、あこれは合格ライン下げるためだな、もうすぐ分かりました。でも、そうはいってもね、ちょっと細かすぎますね、私もね、解いてて、もうちょっとうんざりしましたけどね、でも皆さんの方におかれましてはね、あの合格推定点ですね各、うちもね、出しましたけど、各予備校で合格推定点出しましたけど、その前後の方って、おそらく今ね、落ち着かないね、あの毎日送ってると思います、ね。もう高得点取った方はね、もう大丈夫っていうね、ことでしょうけど、その、うん 合格ラインの前後ですねの点数だった方はね落ち着かないんじゃないかと思いますけどねでもその一方でこれからねちょっと本題入っていきますけどこれからね皆さんにおかれましてはね宅球終わったでこのあとマンション管理士受けるんだって方あるいは管理業務主任者受けるんだって方かなりいらっしゃると思いますかなりいらっしゃる,いしゃると思うねでその一方でね是非鑑定士試験ですね不動産鑑定士試験も是非 その選択肢の一つに加えていただけたらとねそういう趣旨で今回のねこのガイダンスやらせていただきました、ね、せっかくたっやったでこれで終わりじゃもったいない満感の環境だけでももったいない、ね、ぜひ続いて鑑定士不動産鑑定士やってみたらいかがですかねそういう趣旨なんですよで私がこうやって申し上げるには、ね、やっぱ根拠がある根拠があって一つはやっぱり不動産系の最高峰、ね、不動産鑑定士は間違いなく 不動産系のの資格の最高峰ですから是非これをね目指してみたらどうですかっていうのがまあ一つの根拠なんだけどあともう一つがねこれが主たる根拠なんですけど宅建で皆さんが今回一生懸命勉強してね学んだ知識不動産鑑定士試験でそのほとんどが使えるんですよ使えるのこれがね皆さんに次はね選択肢の一つとして不動産鑑定士試験目指してみたらどうですかって申し上げる主たる根拠です根拠 ね、この後このお話をしてきますんでぜひ最後までご覧になってください、ね、じゃあ進めていきますよこちらこれなんですよ約9割ですね約9割皆さんが今回ね宅研で勉強したことの約9割鑑定士試験で使えるよってことですから昔からねこの宅研と鑑定士親和性が非常に高いって言われてるんですよでその結果 これれででですすすねねね有有利利定士試験は、ね、宅検受験は受生が圧倒的に有利です、ね、こものあといろんなねデータを交えて皆さんにねこの辺のさっきの,あの裏取りじゃないですけどね裏付けをお話ししてまいりたいと思っています。でまず最初にですね本当にそうなのかということでまずね大前提としてこの鑑定士試験のね試験制度ちょっと軽くねあの見ておきたいと思います。ちょっと外観しておきましょうね。 まず1次が担当式試験です。これマークシートです。で1問5択です。ね、今回の宅研が1問4択でしたけど1個ね選択肢が増えて1問5択ですけど同じマークシートです。1個正解書を選んでね、まあ、マークするというそういう、ね、試験です。で2科目あります。あの都市計画法とかね建築基準法とか今回皆さんが法令上の制限で勉強なさったね不動産系の法律からね出るこれ行政法規。これは私が普段ね講義で担当してますけどこれが40問。 で、これ2時間で回答いたします。で、もう1科目はね、鑑定論。これもね、あとまたお話しいたしますけど、皆さん今回の宅検で勉強してるんですよ。勉強してる。実はこれを使って、不動産鑑定士が土地と建物の値段を算出するんですね。これも同じく40問出ます。で、2時間で回答するということで。で、試験自体はね、例年5月です。5, 5月の第2日曜日で覚えておいてください。第2日曜日。母の日です。母の日。 でこれ見てください合格率ねこれ令和5年今年です最新ほやほや2023年です33.6%だから3人に1人はねこの一時の担当式試験合格できちゃうんですよ宅犬に比べるとはるかにねある優しいですよね宅犬はだいたい15%から17%ぐらいで一定してますけど鑑定士の担当はねだいたい3人に1人が受かっていくでと,とりわけね ちょっとこの丸括弧の中見てほしいんですけどとりわけ30歳未満の方の合格率が37.5%です5%この数字私は私が勝手にね載っけてるんじゃなくてこの鑑定試験を管轄している国土交通省のホームページから引っ張ってきました、ね、でちなみにこれですね一応標準ですよ標準の学習時間この一時の担当式試験に関しましては一応まあ500時間ぐらいというふうに言えます言える で、その中でもとりわけね、これ丸括弧見ていただきたいんですけど、皆さんのように、宅研を受けた方はね、勉強時間がね、これ短縮できますんで、ね、400時間、ね、ぐらいまで、これ、短縮できます。その意味でもね、有利なんですよ。有利。ね。で、今度、この一時の担当に受かると、この二時があります。二時試験。これ、論文式試験って言います。論述試験です。で、科目は4科目に増えちゃいますけどね、まず、民法。ね、これ、2問出ます。2時間で、ね、2通、等案、書く。 で、経済学、これも2問。会計学も2問。で、最後、鑑定論。ね、さっきこれ担当でも出ましたね。やっぱこれがね、メインなんですよ。これを使ってね、鑑定士がね、鑑定評価業務っていうね、土地と建物の値段を算出する仕事をしますから、やっぱりこれがメイン。ね。で、これ、論文になると5問出ます。5問出る。で、ちなみにこの試験日が8月です。8月、2時の論文、式試験はね。で、合格率。ね、これは、あの、昨年ですね。 まだ今年はね発表を迎えてませんのでねこれ昨年令和4年2022年のデータですけど合格率が16.4%結構高いでしょこれこれ二次試験でも終わ,終わっちゃうんですよ試験ねいわば天皇山だけどねその天皇山の論文式試験やっぱりね当然担当よりは難しいんだけど科目も多いですからねただ合格率自体見るとね別にそんな一桁じゃないでしょ一桁ではないね16.4%ってことで 他に合格率が一桁の国家試験なんかいくらでもあるんですよ。ね、それと比べてもね、結構高い。で、とりわけこれ丸かく見てください。これ本当特筆すべきはこのデータなんですよ。これも国交省のホームページから私引っ張ってきたんだけど、30歳未満の方の合格率がなんと27.4%ですよ。4人に1人以上が受かってんですよ。2次のこの天皇山論文。ね、これちょっと知っておいてほしいですね。知っておいてほしい。 まあ、いろんな要因があるんでしょうけどね、体力面とかね、まあ、あとやっぱりこの勉強はやっぱりね、この暗記面も結構要求されますんで、ね、若い方の方がまあそういう意味で有利なのかもしれませんけど、まあ、そのへんのまあ、ねまあ、いろんな要因ですね、これあるんでしょうけど、ともかくこの30歳未満の合格者、ね、これ27.4%、合格率27.4%、非常にこれ突出してますね、これね、一般のこの16.4%よりも10%以上高くなりますから。 これはちょっと知っておいていただきたいなと。あと、まあ一応これも標準ですよ。標準の学習時間なんですけども、一応2000時間から2500時間、ね、2500時間って言われてますけど、もちろんこれよりかね、もっとあの時間かかっちゃう方もいますし、また逆にこれほどね、時間かけなくても受かってしまう方もいらっしゃいますけど、一応のね、目安がこれぐらいです。よしですね。こ、うんなところで。で、続いて、この、達検と鑑定士ですね。ちょっと、 ね、どんだけ関連性があるのかもうちょっと踏み,踏み込んで見てまいりたいと思います。でこれは今年ですね2023年ねつい先日皆さんがね受験なさったね託研試験のねこの出題,出題された問題の内訳でした。権利関係がが問問問ののののかからら法令上の制限で税法が2問出ましたね2324でその後不動産鑑定評価基準ねこれがねまたでお話しますけどまさにこれは鑑定料理の 鑑定理論なんですよ。鑑定士のね。試験で勉強する鑑定理論。これ問いの25番で出てましたね。で、その後宅建業法が20問で最後がね。免除科目5問免除ですね。これが今年の宅建試験の内訳でしたけども。ね鑑定士ではこういう風うになります。で、この青でお示しした上の2科目、これがね。さっきもお話し,しましたけど、5月の1時の担当式試験です。共にマークシートね。宅建と同じマークシートで出ます。で、これに受かると今度下ですね。 民法鑑定理論経済学学会計学この4科目これ2次の論文式試験です。ですね。でこれ両者どういうふうにねつながるのかその関連性をこれから矢印でお示しをいたします。まずこの権利関係ね。これがまず行政法規。でこの権利関係の中でねこれ建物区分所有法と不動産投機法それぞれ1問ずつ出ましたね。これが行政法規で関連します。不当法は出ます。あと建物区分所有法は、ね この行政法規でストレートに出るわけじゃないんだけどこの行政法規の中にあのマンションの建て替え等の円滑化に関する法律っていうのがあってねその中でこの建物区分所有法が関連してきますだからやっぱり建物区分所有法の知識この行政法規で使えるんですよ使える特にあの5分の4以上の建て替え決議ってやったでしょねこれ使えるんですよ行政法規でであと当然ね民法この2つの論文ですねこちらにも 民法,とあと釈迦法、ね、これは借地借地借地法も皆さん勉強になさったでしょ宅建で。これこの民法二次のね論文の民法の出題範囲に入ってるんですよ。借地借法だからやっぱりこちら民法で使えるっていうこと。で続いて今度法令上の制限ね。これは当然行政法規です。行政法規で使えるよ。都市計画法とか建築基準法とかね。行政法規でも出ますからまた後でご覧いただきます。であと税法。これも行政法規で使えます。であと 不動産鑑定評価基準これさっき申しましたけどね鑑定論なんですよ当然一次の担当の鑑定論さらには2次のねやっぱりね論文の鑑定論こちらで使えますからねこんな感じであと宅建業法これもね当然行政法規で出ますんでただ1問だけですあの行政法規では皆さんね宅建では20問やったでしょもうねもうまんべんなくね まあ穴がないように宅建業法を勉強したと思いますけどね一応行政法規でも一問だけですけどね宅建業法の問題出ますいかがでしょうこういう関連性なんですよでねこれ見ていただくと一番上のこの担当のねこの行政法規矢印がねこう集まってる集中してますよねでこの後この行政法規ちょっと掘り下げて皆さんにご覧いただきますで一応ねこれ行政法規出題される法律一応ここね英軍編というに ね、一応これ私の方でレックの方でねこれ勝手に名前つけたんですねこれ英軍編っていうのはね一応全部で18あります法律がこれ都市計画法から一番下の不動産東京まで全部で18あるんですけどこの一番上のねこの数字が年度ですこれ平成26年で令和元年そして最新の令和5年ってことで丸はね出在されたってことしたがってこの英軍っていうのはどういう意味かというと毎年出在される法律を指すんですよ 一応便器上ねレッででは A 軍って呼んでます A 軍この後ね当然 B 軍ってのが出てきますとりあえず歩く A 軍あ毎年出るやつねこれがね A 軍なんだな全部で18あるなねちょっと頭軽く入れといてくださいでこの中で今記録しましたこれが皆さん達見でおやりになった科目やったでしょやったでしょねこちらで次今度 B 軍いきます B 軍こちらが19あるんですよ 全部ででご覧の通りですだから全部で行政法規とっとね全部で37あるんですけどでもねちょっと B 群見てくださいこれ表を見てもらうと丸が通じたり丸がついてなかったり虫食いになってるでしょねこれ要するに B 群っていうのは年によって出たり出なかったりする法律なんですよ。これ国交省の分類に従ってるんですね。だから37あるよって言ったけど37が毎年ベタっとまんべんなく出るわけじゃないんですよ。ねこれも知っておいてください。 B 軍こんな形で出なかったするやつも結構あるんですよこ,れでこの中で記録しました。ね。これやっぱり卓研で出るやつですね。で卓研業法。これねちょっと皆さんねあれと思うかもしれませんけど一応ね国交省の分類では B 軍なんですけど見てください。毎年1問出てます。皆勤賞です皆勤賞。ですから当然毎年出ると思ってください。これ外すわけがない。でもだったらね A 軍の方に入れてくれた方が分かりやすいんですけどね。 あとその下見てください。宅地造成及び特定モ盛ド等規制法。ね。これ昔。宅地造成等規制法って言いまして。これね。改正されました。改正された。で名前がね。ちょっと長くなりましたけど。宅地造成及び特定モリド等規制法ね。こういう風に変わりましたけど。これ見てください。令和5年はね行政法規では出まなんで,した何でかというと。このね。改正された宅地造成及び特定モ盛ド等規制法。ね。 これ施行されたのが今年の5月なんですよ。今年の5月の26日にも施行されてますんでね。ですから行政法規の方では出なかった。ところが私驚いたんですけどこの前ね、宅建にはこれ出,出ましたよね。しかもこの9法で出ましたよね。この宅地造成等規制法でって私もちょっとびっくりしたんですけどね。これは。ね。でも今後はね、皆さんね、これ来年からね、これ当然、宅地造成及び特定モールド等規制法。 略ししてて森規制法っううららいでですすけけど、どこちらで出ますけどね。もう皆さん今年ね受かってしまえばもうこれねやんなくていいけどでももし鑑定士に来た場合これね新しい方でまた勉強し,しなくていけませんけどねでも一応こういう風になってるよ、ね、知っておいてください改正されて、ね、名前も変わって内容も変わって行政法規では出なかったけど宅権では9法で出たよ、ね、あとねここですね相続税法 これ皆さん、あれと思われるかもしれませんけど、これね、あの、宅建でもたまにあの、贈与税って出るでしょ贈与税って、たまに出るでしょあれ、この相続税法中で規定してるんですよ。あの、贈与税法っていう法律ありません。この相続税法中に相続税と贈与税の二つについて規定してるんですね。だからやっぱこ、こ一応黄色になるんですよ。いいですね。一応こんなところです。で、またちょっとね、英軍の方戻りますよ。ね、これ、毎年出る、18あります。 これでしたで。さっきもご覧いただきましたけどこの黄色にしたのがねこれ「たっでもね皆さんが勉強された法律でさらにね特に上2つよく見てください都市計画法と建築基準法、ね、よく略して時計と研究って言い方するんだけどこの2つこれ見てみて共に5問ずつ出るんですよ。ということは合わせて10問、ね、で全部でさっき言ったようにこれ全部で40問出るんですよ。 一時の担当式試験は行政法規も鑑定理論もそれぞれ40問ずつ出るんですよ。ね、ってことは40問中の10問、ね、言い換えると4分の1がこの時計と研究から出るってこと。で卓球を受けた皆さんこれもすでにやってるでしょ時計と研究。ね。だからこれね非常にやっぱね有利なんですよ。有利卓球を受けた方はもうすでに4分の1特に時計と研究だけでも。 ね、もちろんそんなにね、宅っでまんべんなくね、この時計と研究やるわけじゃないけど、でもやっぱりね、ある程度勉強している、その下地は当然あるわけで、それが大きいんですよ、大きい。これはぜひね、あの知っておいてください。こちら、いいですね。で、この後ですね、具体的にちょっと皆さんにね、問題ご覧いただきます。宅っの問題もちょっとね、載っけてますんでね、行政法規の問題ね、ねこれもぜひ皆さんにちょっとご覧いただきたいんですよ。本当にね、これ、宅っ受験生にとって有利なのかどうか。 皆さんも気になると思,う、ね、思いますんでここでねちょっと行政法規の問題もねちょっと合わせてご覧いただきたいと思いますでまず先にね行政法規からいきますこれ今年2023年行政法規当然鑑定士ですよで問いの24番で「宅建業法」の問題さっき言ったようにね行政法規ではね宅建業法これ1問しか出ないんですけどねその1問がこれですで上からいきますよ宅地建物取引業法ねに関する次の記述のうち 正しいものはどれか。ね。これいわゆる単純正語問題って言うんでしたね。単純正語問題。で、上からずっとね、これ見ていっていただくと、4番ですね。これが正しくて、これが正解詞です。ね。正しいものはどれか聞いてますから。で、これ4番見てください。法第35条の重要事項の説明を行う宅剣詞は、事務所等に置かれる専任の宅剣詞である必要はない。その通りですよね。<laughs> ねこれ宅剣でもやるじゃないですか。 もうこんなの当たり前だろうって皆さんねおそらくね思われてると思うこんなの聞いてるんですよ行政法規で行政法規でねだからはっきり言って宅建のねこの宅建業法よりもこの行政法規の宅建業法の方がはるかに優しいですだから宅建を受けた方であればねこのねこの行政法規の宅建業法まず間違いなく得点できます大した勉強せずにだともう貯金があるもん 20問やってんだから皆さんは。そうでしょもうこんな問題簡単でですよねで次。で今度は都市計画法ですね。これもちょっとご覧いただきます。これもやっぱり行政法規です。今年。2023年、問いの6番でね、この都市計画法が出たんですけど、これもね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきますよ。都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれかということで、これも単純整合問題ですね。単純整合問題。で、まず足の1番、市街化区域は既に市街地を形成している区域。 および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。これ丸でしょいいでしょで、次、この足の2番。市街化調整区域は市街化を抑制、抑制すべき区域とされている。これも正しいでしょね。で、この3番。準都市計画区域は、おおむね30年以内に計画的に市街化を図るべき区域とされている。あ、これ×ですね。と 誤っても聞いてますからだからこれが正解した簡単でしょ準都市計画区域ときたら山のふもとのインターチェンジですよそこは市街化を図るんじゃなかったですよねましてこんな30年なんて数字出てこなかったでしょ誤りこんなもんですよこれが行政法規ですよ官邸人で,ですよいいですね,ねまあ、宅検とまあ、同レベルで同レベルってちょっと宅検に失礼かもしれませんね宅検よりも簡単ですよこれね そういうことですね。で、もうちょっと続きますよ。で、今度、右が行政法規。で、左が宅建。ちょっとね、同じ法律の問題、ちょっと比較してみていきます。ね。まず、右側が行政法規の宅建業法の問題。足の5番です。足の5番。これをね、ピックアップしました。で、向かって左側が同じね、今年の宅建の、やっぱり宅建業法。足の4番。これをピックアップしました。ですね。 そそっっくくりりなんですよそっくりこれもうちょっと言うとねこの行政法規がねこれ5月ですで宅権が10月でねこの宅権のね左の問題はっきり言って右の行政法規の問題結構参考にして作ってるんですよこれ毎年そうなのねこれもね明らかにねこの行政法規ね問いの24番これを見てねこの取材者この達権の問題作ってますねそっくりなんですよ 一見するとちょっと違ってる意味に見るけど見ていきますよまずこちら右側の行政法規ね。宅地建物取引業者が宅地建物取引業者ではない飼い主いわゆる素人の飼い主ねと自ら建物の売買契約を締結する場合いわゆるこれ自ら売り主制限ですね当該飼い主はいかなる場所で買い受けの申し込みを行っていても申し込みの撤回等を行うことができる。 えと旨と書面で告げられた日から起算して8日を経過しない間は書面により当該買い受けの申し込みの撤回または当該売買契約の解除これいわゆるクーリングオフですねを行うことができるってことでここですねこれおかしいですね。いかなる場所で買い受けの申し込みを行ってても8日を経たない限りクーリングオフできるよこれ誤りです一番下にね答えにっけましたけど誤り。ね。 これ事務所等でやってればねもはや8日経ってなくてもクリーンオフできなかったやりましたよねやったその視点で左側の卓研の問題を見てください今年これ皆さんねおときになりましたね A が売却の媒介を依頼している卓研業者 C の事務所でここね卓研業者 C の事務所で B から買い受けの申し込みを受けた場合 B はか、えー、と申し込みの日から8日以内に書面により 当該申し込みの撤回を申し、出ても、申し込みの撤回、ね、クーリングオフ、行うことができない。これ正しいですね。正しい。事務所ですから。事務所ですから。ね。この場合、これ本文はね、これ媒介業者ですね。媒介業者。ね。C の事務所だけど、やっぱり事務所は事務所ですから。ね。当然、会主 B は冷静に判断できるだろうってことで、ね。クーリングオフはできないんだった。ね。だから、一見すると違っているけど、聞いてる知識全く同じ。いいですね。こんな問題が出ました。 でさらに次で今度建築基準法でやっぱ比較してみますですね右側が今年のね建築基準法歯の足ですこれピックアップしましたで左側が今年の宅建の建築基準法の足の4番これピックアップしましたでまず右側行政法規ですねでこれもねそっくりなんですよいきますよ石綿ねいわゆるアスベストね をあらかじめ添加した建築材料を使用することは認められないということでこれねつい丸にしたくなりますよねこういうね石綿アスベスト非常にねあの有毒性が高いですからでもこれねこれ誤りなんですよ例外があるの例外があるいいですねそれが左の宅建の問題なんですよ石綿とあらかじめ添加した建築材料は石綿とを飛散または発散,発散させる恐れがないものとして 国交大臣が定めたもの、または国交大臣の認定を受けたものを除き使用してはならないということで、このアンダーライン引いたところがこれ例外なんですよ。例外。ね、国民の健康被害の発生の恐れがない。ね、この場合は例外的にオッケーなってる。これを聞いてるんですよ。聞いてる。やっぱり表現は違うけど、聞いている知識は同じ。そういうこと。同じ年ですよ。これ。ね。でまたさらに一応もうちょっと行きますよ。で今度農地法行きます。農地法。 ですね、また右が、ね、今年の行政法規の農地法、えー、と足の穂ですねこれピックアップしましたで向かって左がやっぱり今年の宅建の農地法足の4番ピックアップしましたやっぱりねこれそっくりなんですよそっくりなのですねまず右側から,からいきます学校法人が農地を教育実習農場として使用するために農地を取得する場合農地所有的確法人でなくとも 法に基づく許可を受けるるこことがでできるこれ丸なんですよ丸ななんすよのちょっと細かいんだけど。で、皆さんこれ、農地所有的確法人って勉強しましたよね。これ、簡単に言うと、農地を専門とする法人なんですよ。で、法人の場合は原則としてね、これ、農地所有的確法人でないと、この許可、この参上許可もらえないんですよ。農業委員会にもらえない。ね。だけど、これ、学校法人。これ、例外的にね、本件みたいな事例の場合、OK なんですよ。皆さんこれ、学校法人でわ分かりますよね。 これ、私立学校ですよ。私立学校を設置して、あの、運営していく主体です。こういうのを学校法人って言います。これ、民間ですよ。民間。ね。これ、実際一つの学校法人がいくつものね、あの、私立学校をね、あの、設置してるケースって結構ありますよね。幼稚園から大学までとか。ね。ああいう主体を学校法人って言います。民間ですけど、当然、公益性が高い。だから、本県みたいな事例の場合、これ、例外的に OK なんですよ。OK なの。で、今度左行きます。で、宅県の方は、 学校法人じゃなくて、社会福祉事業を行うことを目的として、設立された法人。社会福祉法人。です。だから学校法人とは違う。でもやっぱりこれも民間なんですよ。民間の非営利法人で。ね。これ例えば、あれですよ。特養ですよ。特別養護老人ホームとか、あと児童養護施設とか、ああいうやつですよ。ああいうのを社会福祉法人って言うんですよ。ですね。で、やっぱりこれもね、あの、学校法人と同じく民間だけど、やっぱり公益性が高い。 だから、本件みたいな事例の場合についてはね、やっぱり共に、学校法人も、社会福祉法人も、農地所有適格法人じゃないけども、農業委員会のね、この三乗許可もらえるようなんですよ。これ。こっちもそう。見てください。同じとこ聞いてでしょ農地所有適格法人でなくとも、農地所有適格法人でなくとも、そういうこと。ね。一見すると、 全然別の問題見えるけど、聞いてる箇所は同じなの。やっぱり行政法規を参考に宅建の問題作りましたね。って、そういうこと。<laughs> これ毎年です。毎年私,私去年も同じようなね。あのガイダンスやりましたけどね。こんな形でだから本当そういう意味でもね。非常にね。やっぱ親和性は高いね。それが言えようかと思います。で、結論ですね。もうね。もう喋っちゃってますけどね。これね。宅建で勉強したこと。 これやっぱりねもうほとんどですよほとんど約9割って書きましたけどねほとんど鑑定士で使えるよってことだから有利です有利ねえ卓受験生はね鑑定士試験に有利ですよこれがはっきりと言えます、ね、でここで最後ですねちょっとねあのガイドあのちょっと宣伝講座の宣伝ちょっとさせてくださいでこちらですねねこちらこれまたね鑑定士のねパンフレットですけどももしね皆さんの中で 今回のね、この動画をご覧になってじゃあ鑑定士ちょっとやってみようかなってもし思われた場合ですね、まあ、ちょっとこれから来年の5月の担当本試験までの期間等を考えてですね一応、まあ、おすすめですねおすすめできるのはこちらのコースかなと一応このパンフレット22ページですけど、ね、この一時の担当だけに特化したこの担当合格コースですねもしねちょっと私のね、今のこのガイダンス気になってやってみようかなと思われた方是非ねこちらをね 受講なささってみてみください全部で50回結構あるんですよ。で、ね、このインプット、ね、官邸理論と行政法規合わせ全34回の合格基礎講座。これ非常に大事なインプットの講座。で、行政法規ですから当然ね、改正もありますけど、これ私がやってます。これ、1コマね、全1回、1コマ2.5時間。あと、理論と行政法規ね、それぞれのまとめ、総まとめ講座もついてて。で、最後はアウトプット、担当実践訂練、全6回。 公開模試1回ね。これでで仕上げて来年のね。5月の担当本試験にね。あの向かっていただくとそういうね。あの仕組みになってますんでね。よろしければこちらのね。あの担当、合格コース利用なさってみてくださいね。じゃあ、今回のこのガイダンス以上となります。最後までご視聴いただきましてね。ありがとうございました。